ねえねえ、これから何して遊ぼっか。この時を待ってたぜ。せっかくだからまたまたトランプやろうぜ。ってお前また持ってきたのか。当然、前回は途中で終わっちったからね。今回こそ罰ゲームまでしっかりやろうぜ。罰ゲーム？それってまさか。イエース、あれでございます。初恋のエピソードを語れっていうあれか。なんだと負けませんわよ。じゃあ早速やりますか。前回と同じく種目はババ抜きな。で結局またラクと桐崎さんの対決になったね。君たちは本当に弱いね。うっさい、絶対負けないからさっさと引きなさい。こっちがジョーカーじゃない方か。どうしよう、このまま引くか。こっちがジョーカーか。どうしよう、このまま引いてやるか。こっちがどうしよう。こっちがジョーカーか。どうしよう、このまま引いてやるか。武士の情けだ、一回だけだぞ。さあ来い、一騎打ちだ。やったー、勝ったー。負けた。んじゃなく早速罰ゲームと行こうか。俺の初恋はってどう話しゃいいんだ、クソ。んじゃ罰ゲームは晩ご飯の後片付けってことでいいわね。え、罰ゲームが何かなんてまだ誰も言ってないんだし、私も手伝うからさ、いいわよね舞子くん。優しいね桐崎さん。ま、俺も男の恋バナには興味ないし、桐崎さんに免じてそれでいいってことにしようか。じゃあそういうことで行きましょう楽。おサンキュー千棘。それでしたら私も楽様と後片付けをご一緒しますわ。あんたは勝ったんだから関係ないでしょ。お嬢に皿洗いなどさせられません。私もやはりお手伝いを。ああ、引きこもごもあるようだが、夕食後の皆さんのお楽しみはじゃじゃーん、花火大会やろうぜ。ほんと用意だけはいいわね。ほらちんたらやってんじゃないわよ。燃えかすに水かけちゃえば早いじゃない。ちょ、待て、それはやめろってここに書いてあるだろうが。ったく、ほら貸せよ、お前こういうの慣れてないだろ。仕方ないわね、譲ってあげるわよ。みんなの情報を確認するわ。ありがとう。へいへい。ちょっと楽、上見て上。うわ、一面の星空だな。すごーい。ねえラク、
流れ星の一つや二つ見つけて私に教えなさいよ。無茶言うな。教えたって間に合わねえよ。だいたいお前の方が目いいだろうが。あ、そういうそうね。お前今日すごく楽しそうだったよな。また来ような。そうね、今度はあんたと。なんだよ。なんでもない。は、流れ星。お、すげえ、俺にも見えた。おー、ラク、こっちだこっち。もしかして俺が最後か。うん、ルリちゃんと立花さんはフリーマーケットでプレゼント買うって今選びに行ってるよ。貴様もプレゼントは用意したんだろうな。やべ、そういえば何にも考えてなかった。もうそんなことだろうと思ったわ。ラクもフリマで探してくれば掘り出し物があるかもしれないよ。そうだな、急いで行ってくれ。ほーん、アクセサリーにおもちゃ、本まであるな。無難にアクセサリーにしておくか。女子に当たればオッケーだし、最悪野郎に当たってもそいつが誰かにプレゼントすりゃいいんだしな。アクセサリーで良さそうなのは、ネックレス、ちょっと大人っぽくていいな。小野寺がこういうのつけたら似合うかも。別に小野寺に当たると決まったわけじゃねえけど。よし、これに決めた。さーて、それではお待ちかね、交換したプレゼントの発表でさ。それでは皆さん、配った紙を開いてください。さて、俺のプレゼントは誰に当たったかな。うわ、マジで小野寺に当たったのか。え、もしかしてこれ一条くんのプレゼント。ああ、そうだけど。へえ、大人っぽくって素敵だね。すっごく嬉しいよ。でも子供っぽい私には似合わないかな。そんなことねえよ、多分この場にいる誰よりも小野寺が似合うって。そう、一条くんがそう言うなら信じてみようかな。今度遊びに行くときはこれをつけて出かけてみるね。ありがとう一条くん。プレゼント喜んでもらえてよかったな。もうあと5分。坊ちゃん、いつまで寝てるんですか。遅刻します。もう8時回ってますぜ。なに。さあさあ、急いで支度してください。お、悪いな、リュウ。